皆さんおはようございます。私はこの磯田康さん71になりましたね、はい、66の時外国語大学へ行きまして69で県1級合格ということでこの動画作っております。まあね、皆さんと一緒に英語力アップということでね、趣味でやってます。ボランティアというんですか。ですからいろんな企画ありますけど全部無料でどなたでも自由に参加してきてね、いろんなこう会員間同士の話し合いとかそういうのもできるようになってますので、どうしてもね社会人で英語勉強してる方って一人でね孤独になりがちですので、こういうボランティアでやって皆さんに来ていただいたらね励みになったらいいだろうということで作っております。幸いね多くの方来ていただけるようになりましたということでやっております。今日何の話ということでこういうことで、最近はね視聴回数とか登録数も増えてきてますので新しく来られた方も多いので、ここ何やってるとかよく分かんないというような質問も来ますので、今やってますのはね大体月に2回ぐらいズーム会議って言ってね、これはいろんな方が来られて話できる場を作ってるんですよ。でいろいろレベルにも差ありますのでね、時によっていろいろな分け方してます。例えば1級レベルの方、準1級レベルの方、初級者の方っていう風に部屋を分けてそれで話する場合もあればランダムで割って相互にこう会員間同士でいろいろ情報交換していただくというようにしてやりとかいろいろ手を返しなかいしてやってます。以前はね去年までは週1回、やってたんですよね。週1回やってんでその次の週は飲み会というような形で連続してやってたんですけど、ちょっと私去年の暮れから体の具合を悪くしまして、それでそんなにね頻度回数できなくなったので、月2回そういうズーム会とやってて、あとそれ以外にはねニューヨークタイムズを読む会というのと、あともう一つは英語一般のね全体と日本語の違いということに着目してどういうふうにこう解釈するのかという講義なんかをやっておりますね。そういうのに参加されてきてます。大体来られる方で一番多いのは準1級前後ぐらいの方が一番こうレベル的には多いですよね。もちろん2級とか初心者の方も来られてますよね。3級レベルの方も来られてます。数は少ないですけどね来られてますね。大体そういった感じでやっておりますんで、年3回ね英検試験ありますでしょ。で毎回のようにね4、5名英検1級合格されますよね。で準1級にも1級合格される人の数が多いねんね。ここはね変わってるよね。普通 の, スクールとかなんやったら大概1級はほとんどいなくて、あとこうだんだん下へ行くで初級者が一番多いというそういうふうになるんですけど、ここちょうどその逆になってるんですよね。上級者の方が多くて初級者の方が少ないというそういう形になってますよね。別にそれは意図的にそんな風にしてるとかそういうことじゃ全くないんですよね。初級者の方来ていただいて全く構わないんですけども、そう言ってるんですけども来られてもほとんどね続かないんですよね。初級者の方は続くある方ってね非常に少ないです。ほとんどの方はもう一回来たらもう、どっか消えちゃうというそういうパターンが多いんですよね。なんでかなというんですけど、なんかこう優しいものを探しておられるっていうことだと思うんですよね。で英語でもやってみようかと思ってね、ここやったらね無料でこうボランティアでやってるからっていう意味で覗かれるんですけれども、そんな簡単に英語ってものにならないんですよね。時間がかかるんですよね。別に難しいとかそういうことではないんですよね。例えば数学が難しいとかそういうことはないです。ただずっとこう継続していろんなことをやり続けてそのレベルに到達するのに時間がかかるということでね、ほとんどの方はそれで挫折されるんですよね。ですから初級者の方で来られて別に何も断ってるわけじゃないんだけど、いくらでも来ていただいていいんですけれども、そういう実態を見るとこれ俺にはちょっと無理やなっていうそういう感じでやめてしまうっていう方じゃないかなというふうに思ってるんですよね。普通市販のね一般のとこはそんなことは言わないですよね。そんなこと言ったらビジネス成り立たないですから、初級者の方いや1日20分1ヶ月もやったらある程度できるようになりますよとかなんとかそう言わないと来ないからね、ここはそれ言わないもんだから1回で来なくなっちゃうというただねある意味それは良心的というかもう良心的にやってるんですけどね。ほとんどの年、ね、初心者って3ヶ月で辞めるんですよ、ほとんどの場合ね。それをスクールのやってる人ってよく知ってますのでね、最初に前金取っちゃうわけですよ。どうせ途中で辞められるの分かってるから。で、3ヶ月とか6ヶ月とかで先駆けね、もう解いて、で、辞めていくもんだから、絶えず新しく募集してやってるというのが、大体、世間一般のスクールの状態なんですよね。ですから、かわいそうなのは、そういうとこ行ってね、前金で何十万円か払って、1ヶ月も続かず嫌になって辞めてしまう。
もどうも花とかあるいは3ヶ月来たって全然上達もしないってそれは当たり前ですよね。全然勉強量が足りないんだからそれするわけないし、だけどあんまりそんなこと言っちゃったらやめられるからっていうこの矛盾した状況が続いてるということですよね。ですからどういうふうに判断されるかはもう初級者の判断ですよね。もう、それちょっと無理だと思ってやめられるんだったらそれはそれで賢明な判断だと思うんですよね。みんながみんな英語をねマスターしなきゃならないとかそういう理由はどこにもありませんのでね、まあ、本人がそういう実態聞いてこれは俺には無理だなと思うんだったらもう全然お金も無駄にせずに、ね、時間も無駄にせずにそこで他のことできるわけですからね、まあ、それはそれでいいなと思うんですけどね、例えばそういう実態があるということだけはよく知っていただきたいんですよね。結果としてここを比べるので方で一番多くなってくるっていうのは大体準1級前後が一番多くなってくる、うん、というのはまあそういうなんかふるいにかかって落ちこぼれる人はみんな落ちこぼれちゃってそれでずっとこう残ってやり続けてきた人がまあここへ来られるのでそれでまあ準1級レベル前後が一番多くなるというそういうことだと思うんですよね。でまあそういうこともあって結構熱心な方が多いので毎回のように1級合格者が 4,5 名出るという、非常に自分で言うのはなんですが珍しいですよね。 そんなとこってほとんどないと思うんですよね。そういうふうになっておりますね。だからまああとはもうやる気がそれはもうもちろんね視聴者の判断ですよね。まあとことんやるんだという人もおればまあそこまですんなそれはもうちょっともうやめとくよということで出ていかれるというのもまあ OK ですね。それはまあ自由に判断していただいたらいいわけですよね。まあそういうふうになってるわけですね。ちなみに今日ね今日からだんだん春らしくなってぬくくなってきましたよね。もう今までね、早2月終わってくれ、もうすぐ3月やね、3月で、今日なんかもね、気温これ12、3度ぐらい上がってるんちゃうかな、ちょっと庭ね、うち、ミモゾの咲き始めてきました、ちょっと見ていただきますか、これがうちのミモザですよね、アカシア、やっと花咲き始めました、まあ見てみますか、こっち側にね、向こう側の方がよく花咲いてるんだ、こっちの方が日が当たるからかな。こういう感じでね咲いてますよ。これ咲き始めるとねいかにもこうもう春が来たっていうそういう感じですよね。これですよね、いい感じですよね、春ですね。はい、というわけでね、このミモザっていうんですか、アカシアの花咲き出すとね、もう心ウキウキして、あ、やっと3月来た、これでやっと寒さ去ったということでね、はい、これから一生懸命また勉強できますよね。ね、寒い時はね、なかなかこう、やりにくいという面があったとしてもね、これ、ぬくなってきたら、やっぱ体の調子も良くなりますからね、言うてて、いつでも年がら年中なんか英語いじってるから、別に冬でも夏でもそんなに変わりはないんやけどね、ちゅうか、夏の方はちょっと暑さでやられちゃうかもしれませんよね。冬の場合は、まあなんとかいけますのでね、またまあそんなことを思いながらやっておりますけどね、まあこれからもね、それともうすぐね4月、オフ会ですで、まあ4月オフ会は、今回はね九州、それから大阪東京と3カ所でやります。で6月には、北海道でもやります。はい、北海道でね、言うて北海道でやって誰か来るんかいなって北海道の会員の方ね、何名かおられるんですよね。ですから北海道で、特に日にちとか場所を決めてませんのでね、いつでも参加したいよという人だったら、もう、私と時間、場所を打ち合わせて、北海道、6月行きますんでね、北海道で、車持って行って、ちょっと北海道旅行しようと思ってますんで、日時さえ決めてもらったら、そこへ行くことができますので、ということで、まあ、北海道の方はそういう話ですよね。で、まあ、九州はね、フェリーで行くことになったんでね、切符を買いました。幸いね、今なんていうのは旅行補助がつくからね、格安で行けるんだよ。実質2000円で九州まで大阪から行けるんだよね、南港から。ちょっと信じがたい値段やねんけども、まあそれで行ってみますわね。ということで、まあ九州の皆さん、出てくる時頑張って出てきてお願いいたしますということで、まあついでにね、ちょっとその辺旅行もして行こうかという、まあ旅行がてら九州行こうかというそんな話なんですよね。まあそういうことですので、ね、4月は僕に企画全部、そんなわけでできないので、4月はもうオフ会オンリーになりますので、一つよろしくお願いします。まあ3月からね申し込み受け付けてますので、ということで。まだ